ハローユーチューブ。どうもこんにちは。本日なんですけど、今日はね、こちら大阪日本橋のね、これオタロードに来てます。後ろに見えるのはね、これアニメートというね、これオタクの方の、まあ、聖地なんですけども、で、今日はちょっとね、この大阪日本橋のオタロードの名探偵コナンカードをね、ちょっと探しに行きたいなと思います。まあ、要はね、ポケモンカードとか遊戯王みたいに、まあ、ちょっと名探偵コナンカード、僕コナンすごい大好きなんですけど、そのどのカードがね、一体いくらで売っているのか、まあ、ちょっとね、調査したいなと思います。僕ね、結構コナンカード対戦動画とか、対戦動画もね、もうやっていきたいなと思ってるんで、よかったらね、チャンネル登録、グッドボタンお願いします。じゃあね、今日はちょっとこの辺りのね、カードショップ散策したいなと思います。こんな感じです。じゃあ行きましょう。まあ、ちなみにね、ちなみにおそらく一番高いカードは名探偵コナン の青山、作者青山剛昌先生のサイン入りカード、あれが多分ね一番高いなと思うんですけど、ね、それがねちょっと一体いくらするのかとかもね、結構興味深いなと思ってるんで、ちょっと行きましょう。行きます。はい、ではね、まずこちらカードのオタロード本店行ってきます。次はね、ドラゴンスター3号店行きます。はい、ではね、こちらカードボックス行きます。あ、ちょっと待ってください。あれだ、シャッフ。シャッフはバンブルビーとスカーシーしかないですよ。シレスカの飛行機がいらっしゃるな。じゃあ、ないだろう。最後ゲート。ないか。本日の会見も終了いたしました。7時に回してみる。あれいっぱい入れてる。
枚しかない。サゲロウは？いらん。どうもやけど、あの、俺が欲しい。すいません、ショーケースお願いします。はい、次はこちらドラゴンスター日本橋店行きます。はい、ドラゴンスターオタロード中央店行きます。はい、じゃあ次はね、カードラボ天王寺で行きます。ちなみにこれがね、アーベノファルカスです。では、行きます。ボビーステーション、行きます。はい、はい、ではね、カードラボナンバー店行きます。はい、じゃあドラゴンスターの向こう行きます。はい、ということで今日はね、大阪日本橋のオタロードでね、名探偵コナンカードちょっと調査したんですけどもね、楽しかったですね。あの一番いいレアカード、青山剛昌先生のサインカードがね、大体69,800円ということで、だいぶ落ち着いてきたなっていう、そんな気がしました。あとボックス探偵出しのジョーカーが、まあ、6,000円だったり、パックが250円だったりね、だいぶね
価格もね落ち着いてきたんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、他にもね解凍キット の, パラレルレアもだいたい1700円ぐらいだったりとか、江戸川コナンも一番安くて980円で売ってたりとか、だいぶね価格も下がってきてるんで手に入りやすくなってるんじゃないかなと思います。またねこういうシリーズ需要があればねまたやっていきたいなと思ってるんでね、コナンカード好きな方とかぜひねコメントしていただけたらなと思います。ということで最後まで見てくださってありがとうございました。またやっていくんでね、よかったらチャンネル登録とねグッドボタンお願いします。配布動画もアップするんで見てください。ではあざした。じゃあね。